ネオ村とは、古細菌と新核生物の系統についての仮説である。トーマス・キャバリエ・スミスらが提唱した、古細菌と新核生物を含むクレードである。ネオ村の祖先は、サンドメイン説におけるローキー、エオサイト説におけるラカと同じだが、その上位構造が異なっている。ローキーやエオサイトラカは、新生細菌とは異なる系統と想定されているが、 ネオ村の祖先は8億5000万年ほど前に高熱環境に適応した放線菌の一系統とされ、姉妹群は放線菌目である。ネオ村に共通する性質として、ペプチドグリカン細胞壁に変わる、細胞壁、DNA 複製、翻訳、転写の改変、ヒストン H3、H4 の獲得など19個の生、科学的性質が挙げられている。また、 ネオムラ説を述べる根拠として、プロテアソームやステロールなど放線菌と、新核生物が関連する15の性質が挙げられている。この仮説は現在それほど有利な説というわけではないが、数ある、新核生物の起源に関する仮説の中でも、その具体的なシナリオが詳細に述べられていることで、知られており、論文は非常に大型である。なお、 ネオムラはギリシャ語で新しい壁を意味し、英語のニューオールに相当する。ペプチドグリカン細胞壁に代わる、新たな細胞壁構造の獲得にちなんだものである。サンドメインの関係の例。それぞれサンドメイン説、エオサイト説、ネオムラ説。青、新生細菌。赤、古細菌。緑、深核生物。ありがとうございます。